F 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。艦名に世界各地の部族の名を用いていることから、当初はトライバル級と称されていたが、1913年に再種別された。元来、水雷艇駆逐艦は欧州大陸沿岸部において主力艦を護衛して、フランス海軍の水雷艇の劇場及び敵主力艦への雷撃に当たることを想定していた。 その後、ドイツ帝国の台頭及び英仏関係の改善を受けて、1901年度より、イギリス海軍は、想定戦場を北海に移して大幅に設計を、改定したリバー級の建造に着手した。1904年、ジョン・アーバスのと、フィッシャー大将が第一海軍卿に就任すると、この方針は一層明確になった。フィッシャー第一海軍卿は、 ドレッドノート級戦艦と高速駆逐艦による艦隊編成を構想しており、駆逐艦にも戦艦に随伴し得る功用性が求められるようになった。これに応じて1905年度計画より建造が開始されたのが本級である。本級では先行する駆逐艦と同様、詳細設計は個々の造船所に任せられたため、艦型は極めて多彩になっている。 設計面には多くの新機軸が導入されているが、最大の特徴が蒸気タービン機関と重油浅晶水管ボイラーの採用である。従来の駆逐艦は、レシプロ蒸気機関と石炭浅晶水管ボイラーを基本としてきたが、1896から7年度計画で30ノッター型をもとに、試作された高速艦3隻が、いずれも目標速力を達成できず、 レシプロ蒸気機関はすでに技術的な限界に達していると考えられるようになっていた。このことから、本級ではパーソンズ式の直結蒸気タービンが採用された。これは1898年度計画のバイパーなどで試験採用されていたもので、本級ではエディンの構成を踏襲して、両原軸に低圧タービン、中央軸に高圧タービンを結合した三軸推進方式と、 見られている。またボイラーも、航続距離延伸の要請から、サーリーで試験採用された重油戦勝式が本格導入された。これらの式面の改正のほか、6時間の連続運転による実用的な性能を込み、4日間の連続行動に耐える居住性という要求事項は、以後の駆逐艦でも踏襲された。ただし多くの新規軸導入のためもあり、 建造費は一石あたり14万ポンドと高騰したことから1908年度以降の G 級ではコスト低減が図られることになった。本級では艦砲の装備も強化された。27七ノッター型、30ノッター型では40口径七7.6センチメートル砲と40口径五5.7センチメートル砲を搭載していたが日露戦争の戦訓を受けて イギリス海軍は6ポンド砲では威力不足と判断し、1906年よりリバー級の6ポンド砲を撤去して12ポンド砲に換装していた。本級の1905年度計画文では当初は同級の装備を踏襲したが火力強化が求められたことから1907年にはさらに2機を増備した。また以後の計画文では 大口径化を図った40口径 10.2cm 砲が搭載された。その後、1916年には仮想的であるドイツ帝国海軍の大型水雷艇が 12.7cm 砲を搭載するとの情報がもたらされた。しかし当時、イギリス海軍の正式砲に 12.7cm 砲がなかったことから、まずドレッドノート級戦艦の副砲や、 軽巡洋艦の手法として使われていた45、口径15.2センチメートル砲を試すことになり、大型のスウィフトのほか本級のバイキングが搭載艦として選ばれたが、取り扱いが困難だったことから、間もなく撤去された。またこの時期には、軽空脅威の深刻化に対処するため、対空兵器として39口径40ミリメートル、広角機銃2門も追加装備された。 水雷艇劇場と同時に、水雷艇と同様の来劇任務も求められたことから、従来の駆逐艦と同様に、ホワイトヘッド魚雷のための18インチ魚雷発射艦2機も搭載されている。1909年には、新型の熱素魚雷であるマーク7の運用にも対応した。また1918年9月には、この時点で収益していた艦を対象として、 近距離での対水上戦に備えて14インチ魚雷発射艦2門が追加装備された。同時期に大破した2隻の駆逐艦の無事な部分を接合して1隻の正常な駆逐艦として再生するプランが海軍に提出され実行された。ズールーの艦首部とヌビアンの観光部を接合する工事が1917年6月7日にチャタム王立造船所で完了された。 この駆逐艦は二隻の艦名の造語であるズビアンと命名されて1917年6月7日に収益した。しかし、第一次世界大戦の終結に伴う大量除籍の一環として1919 19年に除籍されて解体処分となった。ありがとうございます。